毎度どうも恐縮です。君安7650です。メトロエクストラス続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回アンナを無事に救出できたわけですが、その後驚愕の事実が発覚しました。地上にはいないはずの生存者がいたということですね。さあ、その後どういう展開になるでしょうか。早速やっていきたいと思います。どうした？我々は岐路に立たされています。みんな思っているでしょうが、我々はこれからどこに向かうのでしょう。そうだな。お前が何かいい考えを持っているかと期待していたが。それでお前のカウンターは正常なのか確認したのか？ちゃんとしたわ。安全よ、ステパンの胸。マスクなんて必要ないわ。そうか、奴らは正しかったのか。一体誰が言ってたのよ。どうして答えないの？私たちを殺そうとしてたのは何者なの？なぜ父さんに銃を向けるの？分かるように説明してよ。また爆弾並みの衝撃があるかもしれんが、戦争は終わっていないんだ。終わっていないってどういうこと？最後まで聞け。大部分の都市は破壊された。その他の地域はおそらく敵の占領下に置かれているだろう。さらなる核攻撃を避けるために司令部はある作戦を実行した。死んだふりをした。無線の電波を外に出さないためにシールドシステムが構築された。モスクワ近郊を網羅する妨害電波ネットワークだ。あの無線オタクたちの頑張りのおかげで俺たちは何十年もミサイルの脅威から守られていたんだ。そしてその妨害装置の一つがここにいる者の手で無効化された。なぜもっと早く言ってくれなかったの？アルチョムが無線機を持って地上を探索してたのを知ってたわよね。言えなかったんだ。このことを知らされたのはほんの半年前だ。口外すれば死を与えるという条件付きでな。それで人々には気象レーダーだと伝える必要があった。失礼ですが、戻ることができないとしたら前進するしかないんじゃないですか？考えがある。だがアルチョム、このまま黙っていても拉致があかん。はい。暇ならお前は無線をチェックしてみろ。ここなら妨害電波は及ばないはずだ。ガタガタ言わずやってみろ。はい。通信を探すんだ、箱舟からの。これでなぜ我々が司令部にとって裏切り者か分かったか。我々は妨害装置を無効化し、護衛を殺害し、警備車両を破壊してモスクワから脱走したんだ。判決が明らかなのに裁判など必要だと思うか。もう戻ることはできない。つまり我々は前に進むしかないってことだ。司令部って一体何の話よ？モスクワ防衛司令部だ。姿なき監視者について聞いたことはないか？そんなのただの都市伝説でしょ。違う、それこそが司令部だ。そいつらが保身以外のことに興味があると思うの？それと箱舟って一体何？アルチョムが信号を探知できれば全てわかる。見つからなければ話すことはない。その箱舟が見つかれば全てうまくいくってことなの？そうじゃない。他に考えがあるなら言ってみろ。言ってやるわ。モスクワの人々が暮らせる安全な場所を探すの。アルチョムがずっとそうしてきたように。全員を敵に引き渡すのか？そりゃ明暗だな。真っ先に解決すべきは我々の問題だ。その後でモスクワの人々を救う。いいな。どうだアルチョム、はい、何か見つかったか？まだです。こんなに広い世界があるのに、安全に生きられる世界が。とりあえず今分かっているのは放射線レベルが低いというだけだ。空気は問題なさそうだが、果たして雨は？でもモスクワでは呼吸すらできないのよ。それでここに住んでる者がいるか？分からない。我々をどう思ってるか、それも分からない。モスクワに生存者がいると知ったらそいつらはどうするか、これも分からない。
探し続けろ、ワルチョム、はい、必ず信号があるはずだ。あ、やってます。でも隠してたのは事実よ。20年間ずっと隠してた。殺し続けてきたことも知ってる。この規模の極秘作戦にある程度の犠牲を払うことはやむを得ん。確かに犠牲になった者もいる。だが爆弾が投下されれば何千万もの命が奪われる。そして我々は生き延びた。我々はそういう時代を生きているんだ。アルジョムは殺されるとこだった。彼もその犠牲者だっていうの？答えはイエスだ。たった一人の命とその他全員の命、そのいずれかしか救えないとしたら、たとえそれがお前にとって大事な男だろうが、メトロの全住人だぞ。迷う余地などあるはずがない。ちゃんと探してるのか、アルチョム？あ、探します。もっとちゃんと探せ。はい。私でも同じようにするの。迷わずそうするだろう。俺はメトロの人々を守るために人生の全てをかけてきた。わかるか？人生の全てだぞ。一瞬もためらうことはない。メトロを守るためであれば、俺はどんなことでもする覚悟がある。もし今から戻って射殺されたって構いやしない。それだけ多くの命がかかっているんだ。すでに犠牲となった者たちのことを考えれば迷う余地はない。どれだけも。ごめんなさい、そういうつもりじゃ。その、でも私たちは覚悟を決めなきゃ。隠し事をしながら議論を続けても事態は好転しないわ。この先のことを考えないと。この先と言ったか。教えてやろう。それは全てアルチョムにかかっている。信号を見つけることができれば、生存者がいるのなら。見つけたか、アルチョム。はい、はい、頑張れ。必ずいるはずだ。あ、はい、わかりました。まだか、アルチョム。あ、そうそうそう、絶対に信号があるはずだ。わかりました。もっと探せ。もう責任重大って感じですね、ミラーさん。わかりましたよ。おっと、これじゃね。ちゃんと探してるのか、アルチョム。もっとちゃんと探せ。うん、これっぽいですよ。お、来た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 。待って、今のは何だ。箱舟、このことか。みんな聞け。機材、専門家がいる。モスクワ防衛司令部の本拠地で、国中のトップが一堂に会している。すでに復旧作業に着手しているはずだ。彼らにモスクワは生きていると伝える。希望が見えてきたぞ。これで全てが変わる。わかるか？戦争を生き延びた全ての者の新しい人生が始まるんだ。いや、素晴らしい。ところで、そこに独身の女はいるのか？傑作だ。なんで？そうだな。ではせっかくだから、ダミール、あれを持ってこい。あれって何です？大佐、お前の水筒の中に入ってるあれだよ。さすがですね、ミラーさん。気づいてないとでも思ったのか？ああ、あれですか。ちょっと待ってください。聞き間違いかと思いました。なんだあれって。ウラルまでの道のりは長い。まあちょっとくらい楽しんでもいいだろう。せめてこの鋼鉄のデカ物に名前をつけるとするか。それはいいわね。アンナと名付けてコキ使ってるのか。ふざけんな。ダークサイドってのはどうだ。なぜそのネタが。あるでしょ。オーロラっていうのはどうだ。古代ローマの女神の名前で、あ、その悪くない、気に入った。ああ、美しい名前だ。悪くないが、何を言いかけた。後で話すよ。決まったようだな。
オーロラに乾杯。乾杯。ピピピピピ。アルチョム、地図を見てみましょう。よし、ほろ酔いになったことだし。言えるわ、全速力だ。全然わかんないっす。全速力だ。結構遠いわね。一体どれくらいかかるのかしら。でも絶対たどり着いてみせる。アリョーシャ、調子はどう？そうなんだ。キューピットの矢でさすらうとは期待して。探索。まあ行きましょうか。行きます。何年も地下で過ごした後に吸った地上の空気は信じられないほど新鮮で刺激的だった。だがみんなを喜ばせたのはそれだけじゃない。ウラルにある政府施設からの無線を傍受し、目的地が定まった。20年間、僕たちは政府も軍の最高司令部も壊滅したものと思い込んでいた。それが実際にはまだあった。市民がメトロで飢えをしのいでいる間、彼らは何をしてたんだ。ヤマンタウに着いたら彼らには聞きたいことがたくさんある。到達できたらの話だが、この国の施設は敵に占拠されてるとミラーは言う。僕らは目的地まで戦い抜かなければいけない。この小部隊で占領軍を相手に。翔さんはそれに答えは見つかるのか。寒くて凍えてるんじゃない？ほら少し温まりましょう。お、いただくぜ。無事にヤマンタウまでたどり着けると思う？父さんの頭の中はそのことでいっぱいよ。許してもらうにはメトロでの生活に戻らなきゃいけないのかも。あなたがいつも逃げ出そうとしていた場所、考えてみたら私はあなたを信じてなかった。でも今は目の前にある霧の先に新しい人生が待っているんじゃないかと期待してるの。それはそうと、もうすぐ橋に着くわよ。やばい、キャンファイヤーよ。人だ、人がいる。ブレーキを切る。悪魔が現れたらって、何のこっちゃ。よし、アルチョム大丈夫？大丈夫です。シーザーを攻撃された。指名書か？まだ動くのか？ここまでだ。クソ、クソタレの霧のせいだ。バリケードに気づくのが遅れた。どんな奴らだった？軍服は？いや、ボロ切れをかぶっていました。ただの死に損ないよ。死に損ないか。そいつはただの見張りだ。奴らは誰でも使う、女でも子供でも。大佐、本当に見つけられるんですか？確かなことは言えないが、もっと早く遭遇すると思っていた。あのトロリーは橋に向かってた。おそらく要塞化してるんだ。一見平和的に見える集落と水上の境界、情報が必要だ。アルチョ、お前の地図に印をつけた。そこへ行って橋に関する情報を集めろ。捕虜が取れれば理想的だ。アンナ、援護してやれ。イエスさ、自分もアルチョムと一緒に行ってもいいでしょうか？ダメだ。今の状況を把握するまではオーロラから離れるな。この二人なら大丈夫だ。おー、行ってきます。イエルマーク、どれくらいで修理できそうだ？わかりません。シンダーを確認したいことには、これで少なくともまだ1日は必要です。すぐに取り掛かってくれ。目的地がわかるってことだな。みんな、ちょ、間違えた。準備を始めろ。違う。オーロラを守るぞ。ステファン、ナミール、防衛線を終えた。ナミールタブレット拡大、R2 で何をするべき、ジャーナルを確認する。シューラーが発見した。どんなのが発見したか、調べるように。オッケー。行きましょう。オッケー、行きましょう。自分は信用されてないのでしょうか。そうじゃないぞ。
アルチョム、リュックを忘れるなよ。新型だ。言うならば持ち運べる作業台だ。説明書も入れておいた。はい。残念ながら素材は自分で探してもらわにはならんがな。素材。行きましょう、アルチョム。気をつけるんだぞ。はーい。こう言っちゃなんだけど、随分と脆いバリケードだ。どうですかね。あ、これか。クラフト。ここで武器の改造ができて、でクラフトというだけ、あ、治療キットとかフィルターがここで作れる。でそれが素材の種類、まあアイテムによって素材の数が必要数が異なるということですね。今はまだ持ってないからもう作れないと。ゼロ。わかりました。行きましょう。アンナさん？アンナさん？武器はこれでいいや。走る。あれどこ行ったんだろう。あ、これいいのか。ジャーナルいいのか。コンパス、こっちか、こっちの方向。あ、いましたね。こういうことですね。行くわよ。はい、オッケー。おお、かっこいい。今のは楽しかったわね。私は飛んでいきます。よし、えい。やべ、ちょっと待った。やっぱ撃たれ弱いですね。ちょっと待って。ね、今の何？知りませんよ。死にそうです。ちょっと見てきてくれる？わかりました。今の負傷するのか。高低差ちょっとでもあるとなんかもうダメですね。あと、とあるゲームみたいな感じですね。言いませんけど。さあ、何かあるかな。こんなんもない。オッケー。次。お、あそこになんか箱がある。これは？これが、あ、要するにこれがクラフト素材ですね。で、まだ作れそうなのかな。あー、まだ足んないのかな。このね、数字が見にくいんですよね。必要数の数字が。これ、ここか。これ、切り替わるのかな。これが投げナイフで鯉が作れる必要数の数。もうね、治療キットとかがね、明確にならない。上か。明確にならないと見づらいですよね。まあちょっと待ってください。クラフトの紹介ですよ、クラフトの。じゃあ行きましょう。まずアイテムを、まず、アイテムにして、アイテムないかな。これは？これそう、うん。クラフト素材。ここの中ね。で、ここは何もない？あ、あるじゃん。ね、分かりにくい。アイコンがね、アイコンの反応も、前作と比べて範囲狭くなったんですよね。結構取りにくい、分かりにくい。お、これで、ちょっとクラフトしてみましょうか。ね、あ、作れるようになると、こう、オレンジ色なのか。こう、何も表示されないと、まだ作れないよってことか。なるほど。そう。で、ちょうど数、まあ、なんだ、数値足してるよっていうのがこうレンジで表示されて、うっすら表示されるとまだ足りないよってことですよね。だから治療キット1個作れますね。作っておきますか。1個だけ作れるか。作りましょう。うん。これでいいですね。OK。ちょっと分かりにくい説明ですいません。よし、行こう。レッツゴー。待って、ちょっと当たりますね。いいかな。戻るよ。光った。はい、どうも。あなたが探索している間に周りを見てきたわ。うん、お、なんかありました。あの電波塔は狙撃ポイントに持ってこいだわ。行きましょう。狙撃ポイントか、治療キット使っていくか。オッケー。
なんかいます？あねー、あやべ、なんか投げちゃった。見て、ウサギよ。なんでね、声だけするの？あれ？武器を切り替えたいじゃん。武器を切り替えたいじゃん。こうか。お待たせ。OK、アルチョム。あなたがボートで教会に向かっている間に、私はここに登るわ。はい。位置に着いたら連絡するわ。はい。コグと。左ね。R2 で前進。え、どこに行きます？右の方。お、なんかいます。なんかいるよ。大丈夫あれ。なんかいらっしゃいますけど大丈夫かな。アルチョム、てっぺんに着いたわ。いい眺めよ。いや、そうじゃない。こっちはいい眺めじゃない。なんか変なエビの化け物いるし。やべやべ、なんか怖いよ。大丈夫かな。おお、あなたの存在に気づいたよ。アルチョム、金の塔に布か何かを振っている女性がいる。確認して。でもあー、いるけど。教会にいる人たちが見えるわ。武装はしていなそうよ。平和的なアプローチがいいかもしれない。とりあえず銃は使わないで。わかった。あ、はい。なんか旅の者、神のご加護。はい。我々の聖なる父サイアンティウス様の説教がちょうど始まるところだ。はい。教会の中に入って真実の光に目を向けなさい。あ、わかりました。このまま行けばいいんですね。ここは平和な場所だ。武器はしまいなさい。お？テクノロジーやつ。救済の手を差し。ん？じゃあ、あなたたちを誰も救わないくせに。誰も救わない。なんだろう。私の友達を殺したパパのことも。なんだなんだ。おお、なんか閉まっちゃったよ。大丈夫？上？そのナティアスって女の子。どこにいるの？あ、はい。ちょっと待って。え？禁断の魔法。なんか結構危ない宗教ですね。ここ？あ、さっきの人だ。お。信じられない。もう望みはないと思ってたわ。私たちもここの出身じゃないの。1年前から閉じ込められていたの。うん、そうよ。橋の住人は誰一人異教徒に話したりしない。でも私が目にしてきたことは洗いざらい話すわ。はい。ああ、それは橋の警備隊だわ。サイランティウスに騙されているの。彼らは銃を持っているわ。うん、急いで。ここから下に出れるわ。ドックにボートもあるはず。私たちのもあるんだけど、全員が乗るには小さすぎる。うん。そう、脱出したいですね。彼女の言う通りよ。ボートに向かって。はい。彼女のことは私たちが救出するわ。わかりました。行って。私たちは自力で機関車までたどり着けるわ。オッケー。じゃあ脱出しようってことですね、ここから。なるほど。異教徒。またで何もないね。おっと、なんかいますよ。京都はどこに？いや、ここにいますけど。失礼します。どうもどうも。たまない。もらっといて、部品もらって。たまないのか。たまクラフトよりもたまらしいんだよな。
ワンパンですね。いいですね。お、来た。玉来た。やっと弾薬。でも今回弾薬の店少ないような気がするんですけど、気のせいですかね。なんか、こんな気がする。イーブン殴って。お、痛そう。ほら、少ない。なんか少ないんだなぁ。もういいや。なんかいますよ。この人誰？これは普通村人かな。まあ放置して OK かな。こっから来た。あれ？あれ？あれ？改造。これしかできないのか。プラス安定性がうん、これいいね。これはショートバレル。安定性が、精度が、ああ、そっか。他なし。やっていきましょう。どっちが来たっけ？こっちがいいのかな？違いました。私は親子と合流するために移動する。あなたなら大丈夫よね。うん、多分大丈夫だと思うんだけど、ちょっと道間違えました。ダッシュで戻ります。こっち来たら、こっちか。あれ、ちょっとゆっくり行かないと。逃げろってことですよね。こっちだってのかな。ここで倒すと誰もいない？見えてんじゃないこれ。ぶん殴る。いません。おっと、バレた。もう相手に近づいてこないな。こっちが姿を見せると撃たないか。ほら、やっぱりジャミングだ。これね。どこだ。このジャムが起きたってちょっとね、厄介ですね。どこに、ここにいるさ。どこだ。そこだ、はしごの上、何かあるぞ。それか、また弾があるこれ。ほんとこれ困る。こんなにも、ほんと、あれ、どこにだろう。いた。じゃあ撃つなよ。撃つなよ。待って、これを取って。分かった、じゃあ撃たないよ。じゃあ撃つなよ。何もすんなよ。は守ってくれなかった。でもまだ命がある。命だけは助けてあげましょう。アイテムを残しなさい。アイテムを残しなさい。それでいい。いやでもジャーム、あ、待って、交換すればいいのこれ。あれ、これほんと、これ切り替えに交換すれば汚れてないから大丈夫かな。こっちか、合ってる？アイテム回収は OK？ OK かな？残ったからいいや。
これがボートなわけですね。ここなんもない？あるじゃん。で、これを下ろすと。はい。で、これでめでたく乗れると。大丈夫かな、これ。よいしょ。ここは。で、乗ると。はい、帰りましょう。やっと来たー。どこ行けばいいんだ？この方向？はい、はい、はい、発進。大丈夫？よかった。少し心配していたの。随分な騒ぎだったわね。今すぐ帰ってきて。まあまあまあ。ありがとうございます。カティアとナスティアをオーロラに連れて行かなきゃ。オッケー、なんか来たよ。地図を見て、そちらの位置からまっすぐにボートを漕げばいいわ。はい、この位置ですね。だいたい合ってる。あっちか。なんか後ろなんかついてきて、うわ、なんかいろいろ変な、いるよ。大丈夫これ。やっぱ来たよ。うっす。大丈夫です。どうぞ、間に合うか。またジャム、このジャムがちょっとね、すごくストレスな感じ。いやー、打ってないし、リロードがちゃんとできない。アルジャム、はい、こっちだ。はい、今行きます。これさ、でかいの来たよ。逃げろってことかな。おお。おお。食ってる。大丈夫か、アルチム。泳げ泳げ。おお、来たー。危な。今のは一体なんだ、クジラか。クジラではないな。クソでかかったな。確かに。ボスに見張り番として送り込まれたんだ。腰を据えてどんな騒ぎも見逃さないようしっかり見張ってろってな。それでお前のことを特等席で見てたのさ。なるほど。物資調達いきます。うわ、いや、なんか治療キットとか欲しいな。クラフト素材ばっかりでちょっとね、ダメですな。さ、なんかあるかな。うわ、ペット。そうだけど、なんもないかな。長押しか。ほんとクラフトばっかりですね。これはいただけないな。クラフト素材ばっかり。これは？これはないか。あ、あたたたし。お、ようやくなんか武器らしい武器。これどうしようかな。またジャム起こしてから取り替えてもなぁ。解消されないけどな。これ、それがアップグレードできる。作業台と、作業台ないんですよ。作業台がどこや。こんなもんかな。なんかいるいる、なんかいるいる。シュリンプがいる。シュリンプがまた来てる。来てます。うわー、逃げよう。逃げるか。まず起動してから。いい音。
リロールしながら、よいしょ、ほんとに指なんだ。あ、また詰まってる。そうなんだよ。ほら、撃てない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 。うわー、これジャム激しすぎ。ちょっとジャムひどい、これ。ちょっと待ってください。全然倒せないし、ジャムだし。これ相手にしないのかな。正反対こっちか。これはひどいな。全然打てないっていうのはちょっともどかしいですね。ドロー一回。マジ疲れちゃうな。会長着きました。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。アンナ来た。生きてたのね。生きてましたけど、ちょっとジャムがひどいわ。よかった、リュークが怖がらせるから。あ、そうは言ってもね。行きましょう。父さんはカティアと話してる。はい、いい人よ。カティアも娘さんも。それにカティアの看護師の経験は絶対に役に立つわ。うん、確かにね。まあその話は後で聞きましょう。とりあえず今回これまでで一緒にします、ちょっとジャムがひどくてちょっとこの先どうなるか分かりませんけど、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。ではさようなら。